皆さんこんにちは、朝比奈遥役の古谷アナンです。テレビアニメオーバーテイク特別番組としてお届けするオーバーテイクザチャレンジ、今回僕はプロがドライブする本物のレーシングカーに同乗体験させていただけるということで富士スピードウェイに遊びに来ました。同乗するのはプロドライバーとジェントルマンドライバーが一つの車両を共有し、一つのチームとして競うレース、インタープロトシリーズ、そして使用されている国産レーシングカーの車、本番さながらの迫力あるバトルも体験することができるようなので、プロドライバーさんの巧みな技とレーシングスピードを間近でレポートしたいと思います。今回は一人で走れないですが、はるかが挑むスピードの世界をこの身を通して体験していきたいと思います。ありがとうございます。うわすごい、本物っぽい。トムズさんからいただいた。どうしたらバーティーです。カーナンバー26、カーナンバー26の、G。やばい、パカリズム一番先頭だ。一番先頭です。いやこれはすごいぞ。よいしょ、お願いします。緩いとこないですか？はい、大丈夫です。いやちょっと足がビリビリしてます今、両足が。これ初めての感覚ですね。ちょっとなんかおかしい。多分できると思います。感覚があるんで、この速さが実際にレース上で、まあちょっとカテゴリーは違うかもしれないですけど、まあだからオーバーテイクする瞬間だったりとか、レースの肉薄するシーンで、そういう、まあ、心理戦だったり、まあ緊迫感ですよね。やっぱり感じたことのない緊迫感を生で感じれたので、確実に活かせると思います。過去の自分よりは一歩進みました。めっちゃ疲れました。めっちゃ疲れました。宮田選手、今日はありがとうございました。ありがとうございました。今日は何キロぐらい出しましたか？まあ多分この車230、40キロぐらいがマックスなんで、多分オーバーテイクって大体されてる F4 ですね。はい、まあ多分それぐらいだと思う。もうちょっと遅いから220ちょっとだと思うんですけど。そうですね。まあ F4 ってやっぱりスーパーティーチームの今の車で違う、なんか明確に違うようなところとかってありますかね？そうですね。エンジンの排気量が違うのと、あ、はい、車ももっと、なんだろう、ウィングがついてて、タイヤもスーパー GT だとタイヤが、なんだろう、特別なタイヤなんで、もっとグリップもあって、全部がもっと、なんだろう、ハイテクというか。もう結構全く違うものなんですね。違いますね。だからこの車どっちかっていうと、はい、FIA F4 に近い、はい、あ近い、近くて、ね、屋根があるんで、まあ箱車っていう感じです。なんか結構一緒に乗らせてもらってる時とかも、はい、なんか本当に急減速急加速がすごくて、はい、でもあれは運転してる側としてはもう慣れてるじゃないですけど、はい、そんなにもうなんでしょう、もう怖いとかやっぱないんですか？全然ないですね。ないんですね。もうあれが当たり前な感覚というか。すごいですね。なんかやっぱ乗ってて G をすごい感じて、はい、もうカーブのたびに、カーブとは逆の方向に体が持ってかれちゃったりするんですけど、はい、やっぱそれももうずっと運転してる側としてはもうやっぱ体が慣れちゃってるもんなんですか？慣れてるからか、もうなんか何も無です。無ですか？うわ、すごいですね。なんか降りた後とか足がビリビリして。本当ですか？多分なんか血が、はい、なんかそこの体験したことなかったので、はいはい、重力とか G で多分血がおかしくなってたと思うんですけど、もうなんか終わった後とかはすごい
めちゃくちゃ楽しかったなとか満足感もすごいあったので、ありがとうございました。本当にぜひオーバーテイク FIFO を題材にしているので、はい、10月1日から放送開始ということで、もしよろしければ見ていただけるとありがたいです、はい、僕が小さい頃はそれこそそれが漫画だったりアニメになってるのがあったので、はい、ぜひきっかけとして、ね、モータースポーツはより知られたらなと思います、うん、ありがとうございます、はい、実際生のレースを皆さんにも見ていただきたいと思っているので、もし皆さんもよろしければ、体験でしたり、観覧に訪れてほしいと思っています。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで無事に道場体験を終えたわけですが、実際に、プロの方の隣に乗せてもらって、とてつもないスピードを体感することができました、やっぱ乗る前と乗った後とでは感覚が違うといいますか、やっぱ乗る前は想像がつかなかったスピード感だったり G をコーナリングだったり直線のコースだったりで急加速急減速急カーブ、そのたんびに体が動かされて、今までに本当に感じたことのない日常生活では絶対に味わえないようなスピード感だったりを感じることができて、とても楽しかったです。乗る前はめちゃくちゃ怖かったですけど、楽しく、道場体験させていただくことができました。で前回、F4 の、フォーミュラマシンに乗って自分で運転した時は自分でアクセルを踏むのでちょっとビビってた部分もあってあまりスピードは出せなかったんですけど、それが今回スピードを出してもらう形で実際に200キロ以上のスピードを体感することができて、より遥かの気持ちが分かったといいますか、スピードの世界で生きている人たちの臨場感を感じることができました、とても楽しかったです。ということでテレビアニメオーバーテイクは10月より放送配信中です。遥かを中心にレースという極限世界で繰り広げられるドラマをぜひお楽しみいただきたいと思います。オーバーテイクザチャレンジ、朝比奈遥役の古谷アナンがお送りしました。バイバイ。